これ負ける未来しか見えねえな。大丈夫。これはそこまで、ボコボコにはされ。なるほど。つまりこれアサシネートしろと。もう殺し合い。大丈夫。入れたらいいから、点を。フレンドリーファイヤーもあるからね。なるほどね。ちょっと、ちょっと開幕の写真、あ、後ろからやられた。危ない。ナイス。さんが怖すぎる。ああ危ない危ない。やれた。狭い分怖いわ。はい。ああしまった。サッカーそっちのけだけに。チェックだ。危ない、今うまかったな。今の反応で負けてんだ。はあ。くそ。よし。くそ。近くないとダメなの。あ、くそ。しまった。やだ。あ、くそ。やべ。怖い。いや。危ない。危ない。このリスポン時間がすごい微妙な、ええ感じですよ。ええ感じですよ。くっそーちくしょうなぜだにゃーあかん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 なんだとうまい、そうなんよね。シュートうまいよね。うまいな。おぉ、なんだ。おぉよっしゃシクシクさんが取りに来て。あれ、ボール見え、ボール。えあ、あ、あ、待って待って孫ついた。なぜ当たらない。くそ今。いや、くそ危ない。今のタイミング勝ってたのにな、タイミング。あ、うわ、うまいこと。勝ってても、たまに刺さんない時あるんですよ。刺さんないな。雑、雑な当たりは。いや、マジで。おかしない。あっやべえ。ちくしょう。やばい、取りに来てるよ。なるほど、理解した。あっチームキルされた。誰もいねえ。チームキル。あ、金茶さんもいけるか。おいいっすね。今のはそう、あれが多分正解だったやろ。あった。ナイス。あっ、これあれなんですよね、背中の方が殺しやすいんですよね。おお、うん、あの即死率が高いです。うわっ、ちょっと、ちょっとうまいな。うまいな。半端ねえ。いや、もう待ってるし、怖いわ。いやー、なに。ほら、もう、ほら、もう、ゆっくりこう、ドリブルで。ナイスでーす。な、無理。殺しにしていく。麦さんごめん。ナイス。ああ、はい、よっしゃ。うまい、うまいよ、うまいよ。金茶さんちょっと待ってね。
まずい。いけー。惜しい。かわし方が、かわし方がうまいな。チームキルやけどボールが遠い。チキショウ。ブリさんがもう陣地で敵の陣地にずっとどんなんやろ。ナイス。あくっ、あー怖えくっそ、おい、やばい、やばい。そっち任せます。あ、入って。惜しい。すまん。センタリングできず。センタリングできず。ナイス。あー、チキショー。なんだと。くそチームキルだよ。ほら。あ、くそ。チキショー。さ、最後に、最後に。いやー、面白いね。うまくなってるかな、おきんさん、僕。うまくなってない。もう、見えへん。上が高すぎるから。もうちょっとさ、向きの、あれが、パッと入れたら、いいんですけど。お、金茶さん来た。こんばんは。どうもー、こんばんは。さて、シャッフルは、徳間さん、お任せしますよ。っていうか、これもシャッフル後？シャッフルして今からします。お願いします。シャッフルしてオートスワップ切ればいいんですかね。オートスワップって攻守交代。ああ、そっか。そうですね。それは。じゃあ、シャッフル。よし。うん。ちょっと意義あるんですけど。蹂躙してやる。しかもサッカーそこそこ。あー、ごめん、サッカー押しちゃった。これはきついんだよ。サッカーさんいる方は人数少ない。これはそこそこ。これやばいぞ、本当にやばいぞ、これは。あのね、当たりが強すぎんのよ。どうなってんの、あれ。その麦さんの後ろにいるのが。あ、ちょっと。ああ、外した。麦さんに殺された。やばい。まさかの遊軍に殺された。いや、綺麗にボールとかぶったんすよ。ちょっと麦さんそこおんのやめて。麦さんやばいね。そこ違うからさ。あっ、開いた。いや、ずっとそこで殺し続けてる。リスポーンでずっと。ずっとし続けてる。やばいよ、あの人だけボール全然追ってる。ちょっと、レックス、ちょっと。ちょっと。殺しにしてくれ。あ、うまい、うまい。っていうか、そう。ごめん、ちょっと。いやー、押してんだけどな。あそこでペイント壊せるためか。痛い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 。うまい。あー、惜しい。あ、よっしゃ。あー、ダメだった。よいしょ。めっちゃ人数減ってんねんけど、ちょっと。血みどろ。戦いが血みどろすぎる。うまい。おもろ。ボール触る前にナイフで、あ、やった。あれはもう取れないよな。うん、上すぎるとね。うん、ジャンプできないですからね。あっ、危ない。あー、クソ、入らんかったからね。あー、いや、ムギさん基本オフサイドのとこずっとおるからな。もうリスボーン切るしか狙ってない。あの人違うゲームしてんだよ。あ、いける、いける。あ、入った。いや、ムギさんいいですよ、ナイスプレーですよ、素晴らしいです。この人数層きついって。サッカーしてる、サッカー5色
五時五時になるから。ああ。タリングさんタリング。これはきつい。あいけ。あ、うまい。やっと入れだった。ナイス。そう、1点も取られると思わへんかったけど。さすがに。それはないわ。それはないわ。ほら、今日のブルキルですよ。はい。今ブルさん飛んでいったよ。何で起きた？今のびっくりしたんですけど。すごい映像が出たんやけど今。今見ちゃった。真後ろに飛んでたけど。わーって飛んでたよ。何だったんだと。びっくりした。今あのハボックがなんかハボック神が暴れたみたいになったよ今。やばい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 。こんなんもう一方的ですやんこれ。ガッカさん。ちっちゃい。惜しいか。ガッカさん負けた。いやいや。耐えて耐えて。惜しい。もう明らかにもうオーフレーム取ると食いつぎがちゃうもんな、ね。みんなのこの元気の良さよ。すぎるやろこのゲーム。ちょっとレックスさんを殺してるやんかも。あーナイス。復活した瞬間に。ちょっと見てなかった。やばい、に殺された。うわー、ゴールした瞬間はちょっと甘くなるって。ちょっとあの青色こっち一人しかいないんやけど。あ、うまい。よっしゃ、よし、せーくしゃー。許す、許すかボールとか見てない。今の俺 VIP でしょ。今のよかったっすね。今のすごいっすね。ちょっと徳間さん、そこはあかんよ。そこはあかんよ。ナイス。うまい。ナイスさん。あ、抜けた。それはまずい、それはまずい、それはまずい。けど、ムギさんは人を殺すのに一匹しやがる。先に殺してからボール取りに行った。殺人鬼や。くそー、強え。あ、終わった。まあね、一人増えたらちゃいますよ、うん、気合で。なおかつもそっちも殺戮マシーンがいっぱいおるからもレベル2がやることじゃないよな、これ。やばいよ、リスキルを狙ってるからですね。よく見てて、麦さん、それ逆の証明ですよ。スコア低いってことは殺しばっかりいってるってことですから、ね。さっきのサッカーのやつは点取らないとスコア増えないから。麦さん殺すことしかしてねえの。ディフェンスイコールサスやから、うん、もうあの言うたらもうこっち側のキーパーになってたもん。もう挟まれてるから両方見てないとなんないんです。これその新しいのいってみないですか。いきます。これは今インスタなんて書いてんの。文字が小さい。ジブインスタジブ。インスタギブジブ。なんすかね。どんなんすかね。ちょっとマップも変えてみようか。うん。じゃあまた。ちょっと刺せるしプレッシャーになるし理想的思うぜ。弾飛んできたのでけど、いやそれ人数多いからできるっていう。作家的にはアウトやけどねそれね。あれなんかマップも新しいのがあるぞ。うん、完全なオフサイド。ほんとだ。何すかねこれ。アリーナ VR がアリーナ。ちょっとやってみる。
チーム変更希望します。さすがですな。うっかりを装おうと思ったけど。シャッフル。つらい。レックスさんがつらい。レックスさんが不遇すぎ。もう了解です。もうこれはなんだ。どんな何のゲームモードやろうね。なんだこれ。レールガン。40キル達成。ああ、そう。ああ、殺しな。これはなんだ。通れんのか。なんだ。あ、ワープだ。あ、ワープなんや。やった。やられた。なんか弾道が分かりづらい。ちょ、で出た。サイナさん得意そうこれ。これやばいな。弾道分からない。やばい。うわ、あ。通ってるんだ。通れないの。そこは通れないか。これは攻撃は通るか。ううか、あれごめん、あの朝日奈さんごめん、たまたま撃ったらたまたま当たった。なんか申し訳ない。怖え。いやーきちい。これは連打できないのがミソね。ワープ、あワープした瞬間に殺された。どんだけうまいね。何なの。あっ知った。発射レートは低いですね。うん、低いね。だんだん分かってきた。分かってきてるよ、これ。誰かワープしたよ、誰かワープしたよ。むずこれ、うまっ。あれ、あれ、どうなってんの。まあ、そうか。なるほどね。まあ、方向を決めて撃つっていうか、そうか。相手をマウスポインターで合わせてから撃ったらいいってことか。なるほどね。ちょっとオズさんでしょ、どうせここにおる。知らないっすね。誰のことかな。あれ当たんない。もう十字砲火くらい。あ、一応これ。あ、止まった。ちょっと。てかまあ、地味にブールさんも死んでるのがめっちゃおもろい、ね。てか今これ、チームキープされた。うん。もうダメだ、水だったら絶対挟まれる、外で。もう前線が押し上げられすぎてて辛い。いやー、無理ー。てかその角度当たんの？あか、俺さっきから金茶さんに殺されて分かる。あっくそ。いやーマジか、連射間に合うか。はあ。よし。またか、またか。うまいな金茶さん。やるっす。オズキラーになってますよ、完全に。三連続でやられた。おっ、マジか。うまい。マジか。あかんで、あの、緊張さないと。あっ、くそ。マジで。あかん、ここは。あれ、そこ車線通んのすげえな。よっしゃー。何？どこにおったの？レックスさん。レックスさんどこにおったの？え、リス地点ですよ。ひどいリスキルだ。かな。あ、ここ空いてんのか。なるほどね。うわ、ナイス。あ、取れるんだ、そこ。何気に知らんかった。
よっしゃやっと、やっと殺す。いやー、無理だよ。あー、しゃーん。いや、さ。これ、見るときにワープしたの負けなんだよな。あし、あれそこ通んの？そう、それ。あ、マジで。ちょっと下がってるこ通る。知らんかった。さっきからよう殺されてんだと思ったら、こういう感じのとこを抜けてるみたい。あ、そうか、ここもか。あいた。なんだ、一瞬も許してくれへんの。ちょっとちょっと休んだだけや、1秒くらい。ちょっとだけやったで、ほんまに一瞬やったよ。どうなってんの、どういう。もう硬直して戦って、みんな戦って硬直してるよ。あ、くそーで、うまい。硬着してたからワープしていった、ね、いやー、くそ。あー面白いな、これで。うん、アイテム見えてスポーツって感じですよね、うん、これは見えてるのも面白いね。弾道が微妙に分からへんのが面白いさ。オッケー。あっ、だー、勝てないよな。いや、面白いな、これも。これもありやな、これもこれでありですね、うん。あかんわ、このノリ。出た、出た、出た。やっぱ一人スコア違えんだよな。もうネタやねん。じゃあ次、新しいやつ。数こそ力。キャプチャーザフラッグ。ドミネーション。ああ、はいはい。これは、まあよくあるやつですよね。うん。なんかマップち。ああ、大丈夫。なんかいろいろあるから、マップもちょっと変えてみるね。そのモードによって選べるマップも決まってるっぽいですね。マップの中にゲームモードで何々何ってあるから。はい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 、さっきのマップはさっき用のやつなんですね、ほんまのね。初めて触れたからそうなんかな。そうなるね。これなんで入らないんかな、面白いのにね。ね、まあこれでいいか。シャッフル。来い。おお。おお。これは。これ人数が変わらずシャッフルってなったら先生も。そうなんかな。どういうことなんやろう。いやいや。毎回かが4人だけ。ああ、まあそれはそれでいいんじゃねえかね。どうせ、まあ、どうせ苦渋の問題やから。よし、まあ行きましょうよ。まあ、ここでシャッフルしてもう一回、なんか俺いいの引いたら、なんかこう、ざわつきそうやから。とりあえずこれで行くわ。フラッグ。これは、どうすりゃいいんやろうな。普通にガードの敵の旗を盗んで、敵の旗を盗んで、あ、普通のあれですよね。捕獲地点まで持っていけ。あ、お互いのフラッグがあって、あ、しかもポイント制か。の方が有利でしょう。見えないっすよ。ほら。もう早速ナイスだ。ちょっと。もうだいぶ入り込まれてるよ。待って、これ。キャプチャー。切る場所あるのか。あ、こっちに行くんだよね。あ、もうない。いや。確かに移動も制限されてるもんね。お、ブルーフラッグを掴まれた。ナイフが。いやー、きっちり。ナイス。フラッグ取られた。
制圧射撃しながらいかな。あれどういうこと？これで1対1か。だから、うん、ポイント多い方が勝ちみたいな。何度もね。あで、次は同じとこにフラッグは出んのかな。怖い。あいだ出たー。アサシンいたよ。メインホールにいるよ、アサシンが。殺された。ナイフは強えな。なぜ死なない。オズさん入り方が乱暴すぎる。制圧射撃大事でしょ、うん、嫌がる。そこに嫌がるか。あかん。ナイフ。アサシンクリードがおるよ。アサシンがやばいっす。ちょっと待、ちょっと待、時間稼ごう。あ、ロビンさんだ。いやー無理だよな。さあロビンさんやるかい。ちょうどね今奇数なんですよ。あいた。出たー。あの動きすげえ。狙ってたってすげえな。どんなにやる。このキッチンにおるよ。キッチン。あれ、その前にはもうナイファーが。腰が痛い。あっつ。まあ今日は早めに寝ようやからあと 1,2 プレイぐらいで。そうですね。終わりやけどよかったら。うん、あれ、殺された。ナイフキラー強いなよ。やっと取れた。なんか、なんかいるな。あったナイスさーって思った。本当にこれ、もうゾンビアタックやん、これ。これって、ああ、これでやともう決められへんのか。すっと、すっと殺された。当てづらいなぁ。ちょっとちょっと先方みんなに任して。あ、くそ。およいしょ。早いな。これはね、泥棒の方が絶対有利っすよ。攻撃力あってもなかなか難しいところですね。うん、せめて。とっても泥を繰り返しやすいから多分。せめて人数がね。
なるほど、確かに面白いな。トミさんやります？ちょっと待ってね。とりあえずロビンさんをちょっと待ちますね。なんだろうな、これ。次がキャプチャーザフラグ。キャプチャーザフラグ。それがなんかまた違う。レールスタジブエディションだから、レールガンでキャプチャーザフラグ。ああ、なるほどね。なるほど。これやったら全員対等でできる。こんばんは。どうもこんばんは。こんばんは。これやと対等でできる感じなんかな。よし。おそらく。ロビンさん、シャッフルずっと蹂躙されてたから待ってたよ。人数少なくってさ。どっちかが蹂躙される。全体をシャッフルしま。した。OK。あれ変わった？あ、変わった。変わったっす。俺がこっち来た。ブルさんとレクさん変わったよ。うん、じゃなくて、俺もあと金茶さんじゃなくて。あ、自分が入った。これって徳川さん、これでが最後のモードみたいな感じですか？今んとこ。うん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 。OK、じゃあ、あとにスタート。さて。深いな、キャプチャーザフラッグの場所が。うん、深いね、これ深いね。それも固定なんや。まあ、やこれはこれ面白って。危ない、なんか今、そこをプロセスを持ってしまう。怖っ。どういうことこれ。やばっ。後になさい、やばいよね。敵にすると分かってくれたと思うけど、ブルさん。あの、気抜いたら殺されるからね。俺は自分の中で始まってもいなかったですね。ロビンさんも洗礼を受けて。やばいやばい。あそこを見ちゃうと戻れないよ。アップする時間も与えてもらえない。あ、しまったー、しまったい。ちくしょう、武器さんね。そんなのあかんのか。これはワープポイントないんだ。あ、そうなんだ。なるほどね。これはなかなか、ちょっとブルさん一緒に行こう。ナイス、ナイス、ナイス、クサクソ。これ一気にみんなで行かないとダメだわ。うん、一緒に前線。あ、やばい、取られる。てかもうチームキルされてんのか。全身出た。クッソ。強すぎなんだよ。あ、チキショー負けた。俺金茶さんの方に、金茶さんに殺される率が高い。うまいな。これはもうほんまに。ああ、ちょっとあれをスナイプするだと。一瞬出た瞬間当たったよ。あんで、お前らどうなってんの。これめっちゃ取られてるやん。よう見たら。うん。全身が変わらないっすか。やられた。あっ。っていうかね、これみんなで押し上げていかなあかん。ああ。あかん、あそこに。エビスビールが俺は。あっ。なんか金茶さんがちょっと覚醒してんねんけど、このゲームで。ちょっとそろそろ本気出していいかな。ちょっと遊びは終わりだって言おうと思ったら麦さんに殺されたわ。早いわ、どっから撃った？わからないっす。わからん。遠距離スナイプしてんのかな。俺の視界にはいなかったぞ。もしかして適当に撃ってるな、あれさ。
これはきつい。その援護はきつい。あっ、どうした。うわー、チークじゃーすえー、せめて一本ぐらいフラッグ取りたいんですけど。エビスグリードやたらこれ強い。そうです、なんかね、金茶さん異常なんですけど。なんなの、なんなんやろ、なんか妙に強い。何覚醒してんの、俺ん時に覚醒しといてよ。チクショー、そんなファウンダーとアサクリとエビスで最強で、これ釣られてレックスさんも成長するパターンやろ、どうせ。さっきからレックスさんからのキルが多いんだけど。もう11ポイントを稼いでいく。もう恐れまたあかんやん。泣いた、ナイス。これで当たらへん。こんなん短期で乗り込むんとか。あっ、そちょっと。これね、もうね、アサシンのね、写真、俺キルされた写真がさ、全部影に隠れてる写真しかないよ、ね。どんだけうまい。そう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 。ちょっとまた。スナイプしたんやこれ。ちょっと行こう。どっからスナイプされたか分からへん。なんだ、解像度が違うみんなって思うぐらい。いや、なんか見えてる範囲違うんじゃないかなと思うぐらいですよ。あんなにないやけど、こっちもワンちゃんこれ、右ちょ左なんだと。車線に入ってしまった、すいません。くそ、なんか、いやいや、私、ICA も結構、あの、覚醒してる。いや、でも全員覚醒してんねん、そっちのチームなんか知らんけど。なんだよ、ゼロ対9って。倒せるのは味方しかいないんだ。やめて、やめて。あそこに、あそこにやる、あれアサシンから。くそ、余裕、余裕動き上がってからに。チクショー、こっちはおっさんなんやろ。膝痛いやぞ今日も。舐めてんじゃねえぞ。ちょっとはハンデくれてもやないか。ラクション。チクショー、もうボコボコや。やられた。今ボコボコっす。俺やし、それ俺やしやられた。噂をすれば、あ、いるわ。ズシャってやられた。ほら。これはあかんわ。これダメだ。もう目がついていかない。あ、でもこれはこれと面白いな。面白いですね。これの方が対等でできるから。うん、うん、確かに、キャラ的に。さっきのは、絶対、射程無限なので、その通りやけど、見えてない相手を殺すって、もう完全にニュータイプやからね、もう。ちょ、ファウンダーは言うことが違いすぎて、ちょっと。みたいな。ちょ、感覚論なんですけど、見えるぞ、みたいな。このゲームって、あれなんですよ。要するに相手が撃つじゃないですか、うん、車線見えるじゃないですか。見えるね。あの車線の方向に適当にぶち込むゲームですよ。撃つは分かる。おっしゃってることは分かるんですよ。何を言うんだ。だって俺、だって千野さんとかあれですからね、リスポン地点のすぐ横に待機してずっとスナイプしましたからね。俺もびっくりして、え、そこでみたいな。リスキルダメ、リスキルダメよ。独自ローカルルールを導入させていただきたい。おっさんへのリスキルは禁止ですよ。俺ら10秒攻撃したらあかんよ。ええー、ひげで突っ込んでくる。確実に突っ込んでくる。キルする側がリスにいる。うん、そうやけど。じゃあちょっと最後ゾンビやって終わりましょうか。あ、そうか、ゾンビやってないですもんね。うん、で攻めたりでいきます。で全体をシャッフルします。これで今日、はい、今日気持ちよく寝れるかが決まる。シャッフル、シャッフル、カモン。これは気持ちよく眠れないやつや。あー楽しかった。おー、
スタート。これはダメだなこれ。久々の睡眠時間なのにこれダメだな。わかった。こっちがゾンビか。あ、これ、うん、攻守逆転するようにすればよかったですかね。ああ、そうですね。人数も同じやし。さて、どこに脳みそがあるんだい。なんかハットっていうのがいるから。ここ通れんのか。あ、ここ通れますね。通れないな。ここは通れなかった。真ん中に境界がある。もう車線に入ったらあかんよみんな。ああもうどこか壊してる。ああ境界とかいません。あレクさんやった。危ない、フラグを投げてしまった。怖いんだよなこれ。フレンドリーファイヤー怖いんだよな。お、ゲロ吐いてる、ゲロ吐いてるよ。痛い痛い。2人いますね。あ、来てますよ。あ、ノンの近くに、あの近くになんか建物みたいな。あるよ、あるよ、来てるよ。どうした。ああそうか、これリスポン長いんだった。これいた、なんかなんかか、あそれやばいっす。エクス、いやー左乗るよこれ。ボイチャー2つに分けてやった方が面白そう。そうですよね。俺もなるほど。あっよし、どんどんガチになっていきますよ。確かにカジュアルを忘れてやっカジュアルプレイとは何ですよ。まあまだあと4分あるからね。いやけどほんま気楽にできますもんねこのゲームは。ナイスです。人さえおればよっしゃ。ダメか。いいですね。だん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 分かってきたぞ。やばいよ、覚醒する前に終わらせよう。これ一人回復いてもいいかもしれない。回復なったんですか。回復だってありましたよね、うん、回復あるんよ。いしょ、うん、できる職があるっていうか、うん、一人ぐらいいてもいいぐらいです。メディックとかそういうのは。徳間さんは解放してましたよね、メディック。うん、あでも普通にレベル上がっていったら解放するやつやから。うんうん、うん、上電気消された。うん、ただ徳川さんはなんか他にもね、俺らが使えないやつ使えてたよね。ね、裸のやつとか、うん、もう使えないっすよまだ。やっぱあれは課金なんかな。課金かなー。けどファイヤーファイトっていう無料のねコンテンツやってみたんだけど、左から来てるんですよ。あるよ、あるよ。どうしたす。体力がやばめっす。よいしょ。おお、いいですね。あれ当たるんか、畜生。これやるとタバコが吸えない。見えてきたぞ。手が離せない。オリックさんが覚醒している。26の感覚。敵の見える26、これほど簡単なことはない。確かに、上から俯瞰して見れるし。あ、いった。もう足遅いんよな。なるほどね。見えますか。
ゲロ、オキゲロ、オキゲロが。くっさー足早いからいけるからと思ったけど、結構そこに固まられるとやっぱ辛いか。あ、待って。出た。もう来てますね。覚醒しました。アサシンがまた来たよ。アサシンが本気は。いやーマジか。いやー。何か間違えた。何がいい。まずいよ。さあ、これは取られる。いける。ちょっと突破できねえな。あ、くそ。あ、ダメか。よし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 よガチ覚醒した。覚醒した。やばいわ。覚醒する人ばっかり増えてきたわ。これ。これガチ覚醒した金。年齢判定とかないんですかこれ。ね、年齢判定とかないんですか。よいしょ。はあ。一回チェンジします？チェンジしてラストにします？できるんですかそれって、うん、あ、そうか、ジムがチームを交換ってみんなが押したら、そうか、うん、交換チームを移動する、こういうことですか、うん、ああこれです、あ違うか、あれこうか、俺がゾンビだから、さっきゾンビだった人は左に行くみたいな感じですよね、これでいいんじゃないですか、はい、 OKOKOK、 自分の年齢の分だけ HP、 そんなことできんですか、したい、減らすのあかんわ俺、もうすぐ死ぬやん俺、俺多分下手すると最初からゼロって説が動かれ、それ多分絶対レックさん一番有利やんそれそれあかんよ、それダメよ、じゃあちょっと一回メディックとかやってみようかな、あ、ちょっと待って、待って、待って、おう、ひゅう、あかん、足遅い、これそうか、防衛の時だとメディックは使えるんですよね、うん、どう考えると、ここいっぱいおるわ、足あれでしょ、あのデブでしょ、そうそうそう、毒むず、ロビンさんちょっと待ってね、回復できるかな、はい、これ回復してんの、回復こっちか、あっこれで回復、 OK、 いやあ、やって、何なんかこっちで行こう、あ、ごめん、ごめん。すげえな、何そのゾンビ。硬いでしょ、これ硬いんですよ。硬いだけが取り柄。あ、あのタンクか。ほんとほんま、硬いだけみたいな。そういうのがやっぱりゾンビ最強かな。どうなんすか、けどその分足遅いんですよ。あ、引き打ちされたら。ですね。ちょっとみんな回復するわ。あ、ありがとうございます。なんと回復した？出ますね。全開ではない。いや、届かねえ。これは。あ、そうなんや。三十ぐらいかね。あれもうこれか。もうないんか。二十ですね。あははは。
これキャラ変えよう。なんと。いいか。みんな組織的に動き出したから難しくなってきた。これって当たってんのか。これって今ダメージ入ってた？え、入ってませんでした。あ、いや僕が撃ったやつって。え、全然入ってませんね。あ、そうなんや。これはじゃあまた回復のやつか。よく分かってないんだよね。じゃあこれ一応側は壊せましたが吸えなかったです。マジですか。そういうことか。これ、マジか。リロードが。キルは取れるんだけどな。僕はできねえな。俺今なんか2人おったらもう何もできないよ。こういいスティック。ハハ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 ハ。その勝負を消してから。やっぱりこれはきついっすね。きついっすね。もうね、もう多分無理やと思います。サバイバーがやっぱ強くなるね。うん、難しいな。多分マッププにもよるんでしょうね、結局ね。あー、確かにね。いやー、ほーら、1時半や。ほら、はい、寝ます。だから言ったじゃないですか。今日は7時間ぐらい睡眠取らせてください。はい、はい、寝よう。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。寝よう。おやすみ。よっしゃ。よし。オーケー。じゃあ落ちます。はい、お疲れ様でした。おやすみなさーい。おやすみなさーい。おやすみなさーい。おい、じゃあ今日もありがとうございました。ではまた。おやすみなさーい。
失礼します。